You're listening to Shibuya Cross FM. Swingin', swingin', swingin' your dream. こんばんは。1月13日アーティスト M のお時間です。キャプテンの太田洋一郎です。パキューン。こんばんは。マネージャーの米津玲美です。この番組は夢に向かって走り続けるアーティストを応援する応援エンタメバラエティです。そして一緒に番組を盛り上げてくれるキーメラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんと今渋谷は雪が降って止んでおります、はい、よかった。でもさっきまで雪降りましたね、うん、はい。ではそんな寒い中ですけど行きましょう、はい、それではアーティスト演舞スタート。というわけで、はい、レイミさんは、はい、明けましておめでとうございます、はい、ということで、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。2週目ですね。はい、うん、2週ぶり、はい、はい、ですね、はい。レイミさんは、まあ、先週ね、はい、番組としては明けましておめでとうかやったんですが、はい、レイミさん年末年始はどうでした？は、はい、ずっと実家に帰ってて26日から、はいはいはい、なんと今日の朝まで帰っております。今日朝朝一で帰ってきました。2週間ぐらいは、じゃあもう番組が23日ですよね。そうです。なんでその終わって、まあ、少ししたらです、ね、はい、はい、そっか、帰って、はい、ゆったりとゆったりと、もうしすぎましたね。したちょっと食べ過ぎたんで、ちょっと痩せないとなと思ってるんですけど、はい、年末はどんな感じだったんですか？年末はもう毎年楽しみにしてるのがことがあって、うんうん、30日か31日かに、うん、あの大阪の黒門市場っていう、うんうんうん、魚の卸市場、うん、もう昔ながらの市場があるんですけど、うん、そこに行って、でフグで有名なお店があって、はい、フグがブワーっていっぱい並んでて、はいはい、その中からだいたい何人ぐらいで食べるフグくださいって言って、はいはい、買ってその場でさばいていただいて、2時間後ぐらいにできるんですけど、それ取りに行って、で親戚集まって食べるっていうのがもう毎年楽しみで、フグだって奮発しましたね。なんだっけ、シソだっけ。いやそうですけど、天ぷらといえばシソですよね。うん、フグ、フグと、いや、フグ、でも私はシソが好きですよ、それでも。じゃあ年末はフグを楽しみながら。そうです、親戚と食べました、年始は、年始は今年翻訳なので。あら、そうだ、そうですね、はい、僕気づかなかったですけど去年翻訳でした。でも気づかないぐらいってね、良かったです、うん、そうなので、はいはい、去年も別に麻薬だったんですけど、うんうん、まあ、特にこれといって、まあ、大怪我とかはなかったんですけど、うんうん、一応言っとこうかなと思って、うん、宝塚の方にモンド薬人じゃないや、モンド薬人か、うんうん、モンド薬人っていう薬の神様の、うんうん、ところ薬払いの、あ、薬払いですね。薬の神様って、いい薬を与えるぞ与えるぞみたいな。薬払いの神様に初詣がてら行ってきてお参りしました。あ、はい、じゃあもう安心と。あ、もう完璧です。よかった。もう年明けて早々いいこともあったので、はい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 、完璧です。なるほど、はい。先週あの薬払いの話しましたね、うん、姫路先生が、はい、薬払い、開運ね。そうです、開運ですね。開運か、はい、先週はあの開運の場所を姫路が紹介してくれて、そこに開運しに行って、はい、なんか結構行けるようなところがあったよね。そうですね、うん、はいはいはい、結構近場で決めたので、はい、ちょっとアーカイブ見ときます。はい、お願いします。見れてないんで。そしてそして、はい、今日のテーマトークは、はい、はい、今日のテーマはスキー。昨日1月12日はスキーの日、
スポーツ用品メーカーの水野直営店エスポート水野が1994年に制定。1911年のこの日、オーストリアのレルヒ少佐が新潟県の高田陸軍歩兵連隊の青年将校にスキー指導を行い、日本人が初めてスキーを行いました。はい、というわけで、まあ冬といえば今日も雪降りましたけどスキーなんですけど、はい、お二人はスキーやりますか？一回だけしかない。一回だけ、はい、なんかレッサーあれですよね、なんか雰囲気とに使わずちょっとスポーツはあまり、うん、確かにインドアなイメージ。めっちゃアウトドアでもスキーはやっぱりそのちっちゃい時からダンスとかをやっていたので、はい、うん、怪我するっていうので、一回合宿、学校の合宿で行っただけですね、うんうん、やってみたいなと思うんですけど、スノボーとかも、うん、スキーは、ヒメロは？私は毎年行ってます。毎年毎年行ってますね。毎年行ってるんだ、ね、スキーを。そうです、まあ、今年はちょっとあの家族に受験生いるんで、はい、行かなかったんですけど、うん、一泊二日であの泊まりでスキーは絶対行ってますね。なんかめ、あ、まあ、昔は結構そういう家族多かったですけど、うん、そうですね、最近結構珍しいですね、うん、確かにそうですね、まあ、行けばもちろん家族連れもいっぱいいるんですけど、うん、だから同級生とかにあんまいないかもしれないですね、家族でっていうのは。だってスキーでしょ、スノボ。私はどっちもできます。で、マイ板も持ってます。マイ板持ってる。そうです、板もウェアも全部持ってます。荷物ってでも、はい、板な3本乗せるってこと？1人3本か、うん、そうですね、だからスキーとスノボは、うん、スノボやるのは私とお父さんぐらいかな、なんで、うん、あれですけど、家族全員分持って。スノースポーツ、ウィンタースポーツは そういう感じじゃん、はいはいはい、サマースポーツは？サマースポーツ どういう感じですか？あの夏とか海とか、シュノーケリングとか、はい、シュノーケリングとかサーフィンとか。いやー、山ですかね。あ、山登りますね、めっちゃ、はい、新年も登る、まあ、ちょっとまだ登れてないんですけど、毎年登ってるんで。あ、なるほど。たや、はい、さんどうですか？僕はスキーはやそこそこやります、うん、まあ、年代的にも父親世代はスキーをすごい好きだったんで、僕もスキーはやってましたけど、そうですね、でも大人になってからほとんどやらないですね。うん、だってスキーって基本的にあれ落ちてるだけじゃんそうですけど、いや、山から落ちてる体をいかに制御するかっていうまあまあ、そうですね。そう、でもそのぐらいの感覚があると、はい、あ、もう落ちてると思うと滑れるんですよ。なんか滑ろうって思うと滑れない。あー、うん、確かに。なんか滑ってるものを制御するって感覚で、はいはいはい、滑ると滑れる。もう流れに身を任せる感じですか？うん、そう、なんか普通のこういうなんか進むスポーツって自分でこう進んでいくじゃないですか、はい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 、自分で進んでいくっていう感覚よりかはもう落ちてるんですよ自分は、うん、山から転げ落ちてるのをうまく体を制御するっていう感覚の方が多分滑りやすいし、うん、恐怖心もないです。あ、進んじゃうじゃなくてもう落ちてるんですよ落ちてるんですよ滑り方より止まり方を教わります ね、 一番最初に。やったやった。なんかやたらこけません？スキーってあんなもんですか？まあ、まあ最初はでも、うん、慣れてきたらこけないもんですか？まあ、うん、それが怖くてやってなかったです。まあまあまあ、でもかっこいいからやってみたい。でも転んでも意外と大丈夫ですよね、柔らかいから。あ、そうか、雪が柔らかいから、はい、そかそか。まあ、ぜひぜひ今年スキーをぜひ皆さんチャレンジしてみてください、うん、はい、うん、はいはい、というわけで本日も私米津玲美とタヤキャプテンとヒーメローで番組を盛り上げていきたいと思います。番組のフェイスブックページも皆さんぜひいいねしてください。ではここで一曲お聴きください。アイリさんで羽ばたく日まで。
それでは本日のゲストを紹介いたしましょう。本日は大友潤さんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。大友潤です。よろしくお願いします。ありがとうございますね。ありがとうございます。はい、ではプロフィールの方をちょっと、はい、紹介させていただきます。2001年システム B のメンバーとしてテレビ東京系列のアニメバク転シュートベイブレードのエンディング曲のボーカルを担当したことから本格的に音楽活動を開始。その後2006年に大友潤として CD デビュー。本名の井上潤一名義ではアニメ等への楽曲提供を行う傍ら、アイドル等のボイトレ講師も務めている。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。いや、もう最初のやっぱこのベイブレードっていう名前はもう、もう男の子はワクワクしますし、嬉しいですね、はい、女子でも見てました、ね、あ、嬉しいですね。聞かせていただいてました。もうだって23年前ですかこれね。あ、そうなんですね。そんな前があるんですけど、やっぱりね、未だにいろんなところで実は見てましたっていうお声掛けをいただけて、はい、もうゴーシュートですからね。あ、もうそうですね懐かしい、いや嬉しいですね、結構ご自身もやったりしてますか？欲しかったんですけど、はい、もう手に入らないぐらい、めっちゃ人気の時ですかね。そうですよね。でやっとおもちゃ屋さんに入荷しても、はいはい、もうそれ単独では売ってくれなくて、なんか違うものがこう、そうですね、法改正前ですねそれ法改正前はそういうことがあったんですよ。そういうことじゃないと売ってくれないんだみたいなね時代でありましたけどもね。もうやっぱあの台があるところね、うん、みんなで集まってやってましたよね、はい、いろいろでもお話を聞いていきたいと思うんですが、はい、お願いします。まず大友さんは、はい、2001年から、活動開始して、はい、今年で24年目ということですが、はい、でもあれですよね、このベイブレードの楽曲時代が2001年、はい、ということで、はい、なんですけど、これはあれですか、活動のスタートのきっかけっていうのはどういう感じですか？音楽活動自体は99年から始めていて、はいはい、99年、はいはい、本当に普通に新宿の当時ライブハウスでライブをやっていた時に、はいはいはい、たまたまこの関係者の方が客席で見てくださっていて、うんうん、でお声掛けいただいて、でこういうアニメの歌うボーカリストを探してるんだけど、はい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 、よかったらやってみないっていうので、もう僕でよければみたいな感じで、はい、がきっかけですね。でも99年から、まあうん、アーティストというか、まあまあ、音楽活動を始めて、はい、まあ、でもそれでもほぼ2年ですよね、うん、いやもうだからただただ運が良かったとしか僕は思えなくて、多分なんか関係者的だって、うん、あれですもんね、そのもともとつながりがあるところとかっていう感じじゃない、はい、まあ、全然もうその時初めましてのところでしたね。もう多分関係者の方的にはうわベイブレードってそうですよねあでもこの声だってなったんでしょうね。キャッチフレーズにも歌う清涼飲料水清涼飲料水書かれているので、今違うのね、あのそこまで透明かどうか分かりませんけどちょっとブランデー入っちゃったかもしれません、濁ってきたかなとか炭酸入ってきたかなみたいな感じがしますけども、いやでも、やっぱでもね、あのベイブレードとかでもお子さんが見るアニメでもあるから、はい、やっぱりすごいこうね、子供さんに突き刺さるような声とかって、ありがたかったですね。でもすごい、うん、あるんですね、ライブハウスで声をかけてもらう。僕もねあるんだなと思いました。だいたいああいうのって決まってるって聞きますからね、はい、本当にね、最後の最後までレコーディングも終えて、テレビ放送の1話目がこの目で確認するまで疑ってました、はい、本当にどっかで、まあ、嘘なんだろうなと思ってでやっと流れた、あ本当だったんだって言って、そこから、まあ、親とか親戚とかに初めて話す。親御さんは知らなかった？知らなかったです、うん、もう勝手にデビューみたいなもんですよね。まあ、デビューした後にだから実はっていう、もう慌てて親もだからもうメモ取って なんてアニメみたいなメモ取ってみたいな。本来そうだってなんか、ね、親戚には準備して、ね、みんなで第一話を見てそうわーってなるんだけど僕自身が疑ってたんで言えなかったんですよね。いやでもそれぐらいだからスタートすごいもう、うん順調というかもう、そうですね、今考えると、まあ、もうだから元々の多分あれですよね、歌声というか声に魅力があったんですよね。とんでもない、もうね、本当にありがたかったですね、これはね。アーティスト始めたきっかけは、うん、まあ、中学校の頃に、はい、米米クラブをテレビで見て、はい、そうですね、歌番組で
石井さんを見て、はい、なんてかっこいい人だと、はいはいはい、なのに、まあ、すごくお顔も2枚目で、うん、キャラクターもこうかっこいいんだけど全然かっこつけないんですよね、はい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 、そこのなんか3枚目を演じる感じも含めてもう惚れ込んじゃって、あ、うわーいいなーで、本気でまだ当時僕は中学生とかだったんですけど、やっぱり子供ってすごく単純じゃないですか、考えることが、うんうんうん、だから本気でもし石井さんに何かあった時には俺がすぐそのままコメコメクラブに入れるようにはいはい、はい、曲を全部もう覚えておこう、はい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 、みたいな感じで準備だけはしてました。はいはいはい、未だにお声はかかる。わかります。わかります。あのなんかあれなんですよね。中学生とか小学生のぐらいの時ってその人になれると思ってるんですよね。うんうん、そうなんです。もう代わりになれると思ってるから。そう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 、だからなんかその準備してるんですよ。本当にバカだなと思うんだけど今思うと本気で思ってましたね。いやでもまあね。あの他のまあ米米クラブではなかったですけど、はい、そうですね。そうですよね。ですよね。音楽の世界には身を受けていたのでね。はい。まあ、基本的にはポップス、はい、J-POP ロック。もうそうですね。青春時代はもう基本的には J-POP が大好きで、うん、そういう王道を通ってきて、で大学に入ってから周りのまあ軽音楽部に入ったんですけど。うんうんうん、先輩とか同級生の影響で洋楽も聴き始めてみたいな、あ、うん、まあ、遅かったとは思いますけれどもね。あ、まあ、でもボーカリストさんは結構あるかもしれないですね、うん、やっぱ詞を伝えるっていうところを、うんうん、ね、ギター僕とかはギタリストだったんで、うんうん、あのどっちかというともう洋楽、はい、ね、あの英語の何言ってるかわからない英語がかっこいいみたいな、うん、後で日本訳見てびっくりするっていうねいやでも僕も洋楽を聴き始めて、はい、そのいわゆるボーカルだけじゃないところによりこう耳がいくようになったというか、当時、ジョン・サイクスっていう、 こうギタリストの方の、はい、あの CD 聴いてた時に初めてね、そのギターソロで、あ、泣いちゃうかもって思うぐらい、あ、こんなにやっぱりやっぱまあ当たり前だけど楽器一個一個見ても素晴らしいんだなっていうのは洋楽を聴くようになってからなんか思いましたかね。そしてですね、もう座右の銘が僕もう本当紹介したい、これすごいいいことですよ、うん、己の輝きなくして周りの輝きなし、はい、なんか偉そうな言葉言ってますが、いや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 、でもやっぱまず自分がやっぱ他力本願になってしまいがちな人たちも多い中でね、あの自分がまず輝くんだと、なんかこうエンターテインメント、音楽だけじゃなくてその表現の世界に身を置いてる方々ってみんな本当に、なんだろう、年齢とかも性別も関係なく超エネルギッシュな人いっぱいいるじゃないですか。そうですね。で、あの僕が同じぐらいエネルギッシュかって言ったら自信はないんだけど、やっぱりまあその人から実際に光を放ってないと、なんか巻き込む力とか影響を与えるっていうことはできないもんねっていうのがあって、なるべくそういうものをこう自分の中でなくさないようにいたいなっていうのをこう言葉にしたらこれになったみたいな、うん、感じではあるんですけども。いやでもこれは結構、まあもちろんね、あのフロントマンですからね、ボーカリストとして。やっぱあの僕はバンドのフィールドで育ってきた人間だとやっぱどうしてもね、ちょっとこうやっぱなんだろう、こう引っ張ってってもらいたいなみたいなっていうのもあるんですよ。まあ、はい、ね、レイミさんとかはソロっていう、ソロではないですけどね、女優とかソロとかじゃないですけど基本ソロですけど、やっぱご自身でっていうのですけど、やっぱね、でもこういう方がフロントマンだと結構バンドメンバーは安心するというか、やっぱりね、こう、うん、立ってる時はもう後ろのメンバーをこう、うん、自分が主導権を握って引っ張っていかなきゃっていうのがあるから、それはやっぱり失わないようにいないきゃなとは思ってますね。ちょっとね、そんなところで、はい、やっぱね、楽曲を聴かせていただきたいなと思うんですが、はいはいはい、1曲目は遠い空という曲ですが、はい、こちらはどういった楽曲になっていますでしょうか。はい、まず2006年の大友純名義でのデビュー曲になりますね。あの僕が歌う清涼飲料水とまだ呼ばれていた頃の曲になりますね。はい、はいはい、それではお聴きください、はい、大友純さんで遠い空。
しまっておいたあの写真の中で嬉しそうに笑いながら僕を見てるあなたを思い出したもう一度聞かせてよ裏でも言いましたけど、やっぱり声が、声質が素晴らしいというか、ありがとうございます、うん、もう今、ね、一瞬パッと、あ、夕方の、あそうですね、青春真っ只中の青春の声がしますね、嬉しいです、ありがとうございます、さすがこれは声かけたくなりますね、ありがとうございます、ちょっと一旦ここで、はい、口をちょっとしていただけるはい、一番、近々の決まっているライブですと2月の11日の日曜日ですね、新宿のサクトというアコースティックの箱でライブがあります、まあ、3連休のど真ん中になりますかね、なので、まあ、もしご都合合えば、来ていただければと思いますのでよろしくお願いします。その他情報は、うん、大友潤さんで、ね、はいはい、検索していただければ、そうですね、はい、SNS とかブログとか、はい、ありますのでよかったら見ていただければ、大きい友の潤はカタカナですね、はい、はい、お願いします。もうちょっとお話を聞いていただきますけど、はい、まあ、冒頭でもちょっとお話がありましたが、今作曲、楽曲提供とかもいただいてるんですけど、この番組はね、作曲の方が来ていただいて、うん、聞きたいことがあるんですが、はい、楽曲っていうのはどういう風な感じで作られているんですか？基本は、アコギで、コードでもうメロディーから先に作っていくっていう感じですかね、うんうん、でたまに、まあ、ピアノを使って、まあ、例えば同じ F を弾くにしてもギターのその聞こえ方とピアノの聞こえ方で全然違ったりするから、はいはいはい、まあ、それによって1歩目の出てくるメロディーが変わったりとかするので、なのでなんかどっちも試したりとかはしますかね、うん、で、まあ、どうしてもその弾いててこのコードの次こっち行きたいなとかってい こう手癖が出てきちゃうから、それがワンパターンになっちゃうといけないなという時期があって、その時はもう全く楽器も持たずに、うんうん、アカペラだけで出てくるのをひたすら待って、こうメモに録音するみたいなことはやってますね。じゃあもう本当に メロディーが先行、はい、もうほぼ 100% メロディーが先ですかね、作詞とかもされるします。で、メロディーが大体作って構成ができてから、僕はその、まあ、ラララで最初撮るじゃないですか、うん、でそれをもう何回も何回も繰り返し聞いて、でそしたら、まあ、ある程度最初のテーマが決まってればより狙いはつけやすいんですけど、そうじゃない時ってそのね、どこその繰り返し聞いてる時にどこかのフレーズにもう何の脈略もなく言葉がパンってはまる瞬間があるんですよね、うん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 、例えば、じゃああの空に遠くだったら、あ、これ出てきたなってなると、ちょっとあの大げさなんだけど、あ、この曲がこの言葉を呼んだんだなって僕は思うので、はいはいはい、それに抗うのをやめようって思うんですよ。なるほどなるほど、うん、じゃあこれが自然と出てきたんだったら、ここから物語をじゃあ作っていこうかなみたいな感じで一個のそのヒントにしてるっていうような感じはあるんですね。じゃあもう本当の意味でメロ戦闘、ね、そうですね、もうよほど提供で誰か別の方が詩を書いていて、うん、そこに曲はめるとかじゃない限りは基本はもうメロディーですかね、うん、そのメロディーがその言葉を呼んだみたいな感じ、うん、だからもうこのメロディーはこの言葉の物語、ね、のものなんだろうなと思って、そこから決めていくみたいな感じですかね、うんうん、なるほど、うんうんうん、そしてですね、またレッスンもやられているということで、はい、うん、まあレッスンは今どれぐらいの
そうですね、うん、結構月の中でもたくさん、まあ、ボイトレの先生自体は8年ぐらい前から始めたんですけれども、ありがたいことに、うんうん、なんだろう、必要としてもらえる現場がこう増えてきて、うんうんうん、その都度呼ばれるところにこう行くみたいなスタイルはありますけど、なんかな、裏方をやることにずっと昔はちょっと抵抗があったはあったんですけど、今やっぱりこう長く続けてこれて、コロナとかもあって、もしかしたら音楽やめなきゃいけないかったかもしれないとかっていうのをこう超えると、うん、その音楽を携われていること自体がもう大きくったらすごく幸せじゃないですか。 そうですね、うん、それでなおかつ自分が好きで頑張ってきた歌で誰かに教えられるとか影響を与えられるっていうのであれば、こんななんか尊い仕事はないなと思って、今は一個一個の現場、まあ、すごく本当に必死にやらせてはもらってますし、楽しいですね。うん、いやでも今すごいいい、なんて僕も共感するところなんですけど、やっぱ若い時って自分の音楽とかアーティストとしてこうでなきゃいけないみたいなことやっぱ思っちゃって、だから何なんですかね、あの10代の時に、うん、とか20代の時に音楽性の違いで解散するやつ音楽性の、ね、同じ周りから見たら一緒よっていうところを、なんか音楽性の違いで解散しちゃったりとかするんですけど、こだわりもだから持ってないともちろんいけないけど、なんかその分その許容範囲が増えてきたというような年齢とともにっていうので今があるのかなとは思いますね。20年前に同じ環境をポンと与えられてできてたかって言ったら多分できてなかったろうなと思うので、でもその分ね、本当にいろんな、それこそボーカリストもそうですし、バンドさんとも出会ってきたからこそ教えられる部分とかそういうのもありますしね。ちなみに大友さんのこう、はい、レッスン の特徴みたいなのがあったりするんですか？もうね、スポコンみたいな感じです。あ、スポコンなんですねなんか優しそうだ。そうですよね。いや、もちろん厳しい言い方とかしないけど、基本は僕自身もその歌はスポーツだと思ってるし、歌手はアスリートだと思ってるんで、もうそれをもうどの生徒さんにも伝えてますね。いや、戦いなさいと。まあでも実際ね、やっぱ歌って筋肉なので、はいでね、まあ、もちろんね、このアスリートさんが、本当のこうフィールドのアスリートさんが使うみたいな大きな筋肉ではないですけど、その小さな筋肉を ねやっぱ使って何度も何度もやるので ね筋トレですよね。反復練習というか、歌うこと自体がもう筋トレですからね。カロリー入れますからねカロリーですかね、入れますね。そう、本当そうですね。じゃあもうスポコンをで教えていただきたい方は、もう待たなければ、もうぜひSNS で言っていただければよろしくお願いしますと。そうですね。はい、そうですね。まあでもね、本当ね、いろいろ聞きたいことも山ほどあるんですが、まあ結構その目標としては、一番近い目標は常にライブをやって自分のパフォーマンスを見せるという、そうですね、もう合格点を、自分の中での合格点を下らないようにというところはもうハードルとして常に課しておかなきゃなというところが、目の前は一個一個の目標ではありますね。やっぱボーカリストとしてはやっぱ、まあ、目標は生涯でみたいなところがあるんですか？そうですね、やっぱりまあこういう歌のスタイルだと、体の衰えとずっと向き合って戦っていかないといけないっていうのはもう思ってるんで、それこそ1曲目に聴いてもらったあの遠い空を10年後も歌える自分であるかっていうようなことは、一個の分かりやすい指標にはしたいなと思ってますけども。いやでもこれすごいことですよ本当に。だってデビュー当時の歌を同じニュアンスでやっぱ歌い続けるっていうのって、いや大変です。大変ですよね。大変です。なんでこの気にしちゃったのそれ多分みんな思うと思うんですよね。なんか若い頃って高いとこ行っちゃうんですよね。行きます、どうしてもね、どうしても、まあ、でもそれでその中でやっぱ一番の遠い目標は、まあ、生涯音楽家で。そうですね、もう死ぬまであの人は音楽をやっていた人だって終わりたいなとは思ってますね。素晴らしいですよ。だからもう自分がプレイヤーでありながら、やっぱそのいわゆる教育者というか、あの生徒さんたちを教えてらっしゃるので、まあ、いろんな面でね、こう音楽というところに向き合っているので、結構なんかこうジーンとくる
目標ありがとうございます。いやだから 僕もやっぱあの年代的には近い年代なんで、うん、はい、まあ、僕も自分がプレイヤーやってた時、本当にさっきちょっと裏でもお話ししたんですけど、うん、あの現役の時から30キロ太ってしまったやっぱ歌わなくなるとやっぱ歌う時って筋肉使ってたんだなっていう使ってますね、あのあとやっぱ人に見られると自然とさ、うん、はい、まあね、笑顔でいなきゃいけないんで、まああの基本今ね、あの、まあ、ラジオは出てますけど、あの裏で仕事してることが多いので、どうしてもね口角下がったりとかどうしてもねパソコンの仕事でねずっと座ってるとかだって、最近やっと立ちながらパソコンやるようになったんですけどねでももう大友さん見習って僕もちょっと鍛えてるだけだなと思っていやもう必死です本当に、はい、もうでも素晴らしい歌声なのでね、ありがとうございます。はい、それでは お時間はお早いもので、お別れのお時間が近づいていますが、はい、最後にもう一曲お聴かせいただける、はい、ということですが、どういった楽曲になっていますでしょうか。はい、去年の10月の25日にリリースしたばかりのですね、大友潤の最新作になりますね、別れと旅立ちということをテーマに書いた曲になっております。はい、本日は大友潤さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。大友潤さんで淡い雫。花びらひらり舞い落ちて、教えてひーめろ先生。はい。もうなんかこれがコーナータイトルですね。本当ですよ。はい、教えてひーめろ先生のコーナーになりますが、今回はですね、はい、おすすめのこの冬に読んでおくべき小説ということで、はい、今回はですね、なんかひーめろがなんかすごい小説を紹介したいのに、小説紹介のコーナーはやらないのかっていう、いやいや自己申告言われたんで、まあじゃあもういいよやってもいいよっていうことで、はい、まあ今年の冬ね、まあ、読んどいた方がいいよっていうような小説をね、はい、紹介していただければと思っております。はい、します。はい、いやあのクリスマスの時にですね、うん、あの本当は紹介したい小説がいっぱいあったんですよ。そうだよね。で6冊ぐらい読んだんですけど、なんとクリスマス会来ずっていうことでちょっとそれが悔しくて、はい、リベンジさせていただきました。ありがとうございます。
ね、今回紹介するのが本屋大賞の本ということで、はい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 、本屋大賞知ってますかね。知ってます。はい、はいはい、あの書店員さんの投票で大賞を決める賞で、今ちょうど、一次審査っていうのが1月8日までちょっと前までですね、うん、やってまして、そこで選ばれた上位10作品を、二次審査として2月1日に発表されて、でもそれを全部10作品書店員さんが読んで最終的に大賞を決めるっていう風に、はい、なってるんですけど、なので、二次審査のその上位10作品ノミネート作品発表前にヒーメロがどれがノミネートされるのか予想してきましたので、ね、はい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 、まだ10作品紹介されてないんだ。あ、そうです、まだ発表されてなくて2月1日発表ですので、その前にヒーメロ的予想3作品紹介したいと思います。はい、まず1作品目がリカバリーカバヒコという作品で、リカバリーカバヒコ、カバヒコという作品で、青山美智子先生って方が書かれた本です。でこれは、ある新築の分譲マンションの中に、うん、公園があって、そこの遊具のカバの遊具、なんか動物の遊具あるじゃないですか、はいはいはい、そのカバの遊具の名前がカバヒコっていう名前なんですよ。ね、なんかこのカバヒコが、自分のこう直したいところと、そのカバヒコの部分、目直したいなと思ったら目触るみたいな感じで、カバヒコを触るとその自分が治るっていう噂があるみたいな。仏像とかでよくある。あ、そうですそうですそうです。なんで回復のリカバリーでリカバリーカバヒコっていう、はい、なってて。まあ、この、分譲マンションに住んでる住民たちがなんかそれぞれの悩みとかをこうカバヒコに打ち明けるんですよ。で、まあ、なんか、成績不振になっちゃった高校生とかが頭良くなりたいとか、うんうん、なんかママ友に馴染めないとか、うんうん、駅伝出たくなくて足怪我したって嘘ついちゃった小学生とかうん、うん、まあ、いろんな年代の子がこう悩みを相談しに来て、カバヒコにこうはまあ、カバヒコは、まあ、何もしないんですけど、言っちゃうと何もしないんですけど、自分自身でこうカバヒコに話すことで回復していくっていう、こうほっこり系の物語になってます。カバヒコ目線ってこと？いや、カバヒコ目線ではないです。さすがにカバヒコ目線ですごい目線のストーリーが、こいつめっちゃ触ってくんなとかではないです。で、なんか連作の短編小説になっています。こちら1作目です。はい、で、2作目は、成瀬は天下を取りに行くという本で、ほうほうほう、宮島、美奈先生という方が書かれました。これは主人公の成瀬あかりちゃんって女の子なんですけど、はいはい、が主人公で、はいはい、ちょっとこの子が少し変わった子なんですよ、はいはいはい、でなんかシャボン玉を極めるといって、ほうほう、天才少女シャボン玉少女としてローカル番組に出演するとか、ほうほうほう、200歳まで行きますっていうのを目標にして、それを卒論に書いちゃうみたいな、ほう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 ちょっと変わった女の子が主人公で、その子が、デパートの西武デパートの、大津店が閉店するということで、はいはい、なんかそれが閉店しちゃうから、生放送をそこで毎日しますよって、閉店まで、うん、その生放送に私毎日映るから絶対見てねっていうのを親友に言うんですよ、うんうん、っていう物語になってまして、はいはい、なんかこの本でいいところは、こんなことに意味あんのかなとか、うんうん、これしてていいのかなとか、これをやってみたいけど成功する勇気ないなっていう、こうネガティブな悩みをもう全部打ち消してくれる本になっていて、また新たな挑戦とか大きなビジョンを持つとか、そういうことが、人生の楽しみだよねっていうのをこう教えてくれるっていう本に、はい、なってます。で、私的にもなんかこう成瀬あかりちゃんの気持ちちょっとわかるなっていうか、うんうん、なんかまあルービックキューブ極めてみたりとか、はいはい、ちょっと違うかもね。そう、いろいろやってるんで、まあ、この彼女なりの哲学とかもすごく面白いなっていうシーンがあるのが面白いって思える本になってます。はい、はい、で、3作目はですね、こちらちょっと私の願望、みんなちょっとノミネートされるかわかんないけど、されてほしいっていう、はいはいはい、願望で、君が手にするはずだった黄金についてという本で、ほうほうほう、小川聡さんという方が書かれています。これは、まあ、端的に言うと、承認欲求とは何かっていうのを問うてる、今の時代にめちゃめちゃ
当たるものですね、はい、そうですそうですなってまして、まあ、この主人公が作者自身なんですよ。この小川聡さん自体が主人公になっている本で、作者自身が自分自身に承認欲求とはって問うっていう本にもなってるし、その小説を書くことでこう見てくれる読者他人に、持ってる承認欲求という感覚を知りたいって思ってこう作者さんが書いてるっていう本になるんですね。でなんか僕がこうあ主人公の、まあ、作者なんですけどが怪しい人物たちと遭遇するっていう連作短編になってて、うんまあ、その遭遇する中で、まあ怪しい人物だからこう嘘をいっぱいついてるんですよね。でもそれで成功を手に入れてる、で承認欲求満たされてる、うん、でその嘘をついてるよなってことを書いてるじゃないですか作者は、はいはいはい、それで僕はまた儲けてると、これはいいことなのかみたいなそう、その彼らと僕は一体何が違うのかみたいな、一緒のムジナなのかみたいな、ちょっとなんかジャーナリストの感じだよねみたいな感じの本ですね。でなんか認められたくて必死になってる人を君は笑うことができますかって、承認欲求満たされたいと思っている人を本当に君は笑えるっていう本なんですよ。ちょっと面白そうですね。そうです、うん、タイヤさんちょっと好きかなと思って選んだ節もあるんで、はいはいはい、いや面白そうですね、はい、という、はい、3作品の紹介でした。これが2月1日に、はい、は正解というか何がノミネートされるかはまだ分かんないけど1日に発表って感じです。このヒーメロが選んでくれた3冊はもう本当に何にもない状態のところから選んでくれてるってこと、うん、あ何にもない状態とは特になんか一次予選とかが何作品とかが入ったわけではなくて、うん、あー全然違います。普通に予想、まあ、ちょっとネットの好評とかも見ましたけど、はい、これで入ったらすごいですね。すごいですね。でもどれも入りそうなぐらい面白い。ちなみに僕はなるせですね、はい、は知ってました。お僕もはい、じゃあちょっと可能性ありそうですね。いやこれは結構話題になったんですよ、知ってた時に、そうなんです。そうなんですよ。だからでも僕3つ目のやつがちょっと面白そうですよね。そうそう、この私この3つ目だけちょっと読んでないんですけど、はいはい、小川聡さんの他の、君のクイズっていう本を以前読んだことがあって、それがクイズミステリー、このクイズプレイヤーの脳内をすごい解剖したみたいな本で、それもすっごい面白くて、で今こうファンなんですよ、はいはいはい、ちょうどハマってるんで、ぜひノミネートされてほしいと思って、はい、紹介いたしました。書店員さん見てたらぜひお願いします。書店員さんっていうのは、はい、本屋さんの社員さんってこと？あ、そうです、もう全国の本屋さんで働いてる方全員。バイトでも行けるの？行けるんじゃないですか。ってことは今からでも東京投票権はあるところだよね。バイトするのは。そうですね、まあ、一次予選も終わっちゃったんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ、だからなるほど、はい、いや面白いですね。読みたいです。私2冊目が読みたいです。あ、ナルセは、いや面白いですね。これ続編も最近出たので、はいはいはい、新しいのが、はい、2作品目が出たので同じ主人公で出てます。はい、いや面白かったですね。良かったです。ぜひぜひ皆さんもね、はい、この冬小説を読んでみてください、はい、というわけで教えてひめろ先生おすすめのこの冬読んでおくべき小説のコーナーでした。息を音に変える、音を声に変える、声を歌に変える、歌は思い出に変わる、そして思い出はまた歌になる。音楽を作るのは空気と心の振動だ。人生に震えるような感動を何度でも。アルファエンタープライズ。というわけで番組もエンディングです。ここで番組からのお知らせです。アーティスト応援部では番組に出演したいアーティストを募集しています。お家で聴いているあなたも、すぐそこで見ているあなたも、次戦他戦は問いません。応援したいアーティストがいればどしどし番組にご応募ください。エントリーは番組ホームページからアーティスト応援部もしくは a-ounbu.com で検索。そして番組終了後20時30分からショールームにてアーティスト応援部楽屋トークを配信します。
番組内の気になった情報や番組の補足、そして番組内ではお伝えしきれなかった本日のゲスト大友潤さんの魅力も私がさらにお届けいたします。ご視聴はストリーミングサービスショールームからアーティスト応援部と検索してください。お楽しみに。はい、というわけで、はいはい、2024年2回目が終わりましたが、はい、レミさんは明けましての回になりましたが、はい、どうですか新年は。どうですか、でも本当に帰ってきたばっかりなんで、うん、まだお正月気分が抜けてないので、うん、もうこれからちょっと戻さないとなっていう感じですね。いや、なんかもう2000、まあ、もちろんその日本全体的にも年始にいろいろありましたし、うん、まだ今ね被災地の方はね、うん、すごい大変な思いしてると思うんですけど、なんかね今年すごい進むのが遅くてですね、うんうんうん、もう僕の中で1ヶ月ぐらい経ってる気がしてるんですよね2020年、そうだから、うん、今日レミさんに明けましておめでとうございますって言われた時に、うん、あ、そっかまだそんなそんなしか経ってないんだっけって思うぐらい、そうなんか、まあ、充実してるといえば充実してるスタートではあるんですけど、うん、2024年はなんか予定はあるのかい、予定ですか、なんか大きな予定は。大きで、まあレイミさんには言ってなかったですね。ルービックキューブが私できるようになりまして、あ、できるの？シャ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 、そうなんですよ、はい、前やるっていうのを言って、そうです、特技になったので今年はそれを10秒台でできるようにしたいっていうのが、早っ、ちょっと、10秒？補足すると、はい、10秒ぐらいまでは、はい、結構、あ、そうなんですよ、練習でいけるらしいんですよ、うん、でそっからがだからある意味アスリートの世界、いけるかいけないかの人の違いは何ですか10秒。いや、もう手の覚えるとかじゃないですかね、ただ手をこう動かす速度とか技術になってくると思いますね、その辺に行くと技術、はい、ルービックキューブで技術であともう一個はけん玉剣っていうことを取ろうと思ってて、あ、はい、それは見た、けん玉頑張りたいと思います。検定なんかあるんですね。あるんです、はい。だそれを先週聞いて、はい、なんかとで本地さんもなんか取るって言ってたじゃん。そうですね、美容の検定を取られるって言ってて、はい、なんか僕もなんか取らなきゃいけないなと思って何取ろうかなと思って今考えてるんですけどね、はい、実は私も取りたいのがあって、そうなんです、今年の抱負っていうので、はい、1個ちょっと取りたい検定があって、はい、今までしたお仕事の中でもうちょっと知識つけたいなっていうのがあって、うん、取る予定です、うまくいけば。ちなみにそれは、いや、ちょっとうまくいってから言いますね、取れてから。ずるいやつだ、ずるいやつだなので、たやさんもぜひ何か、あ、まあでも、一番今やりたいのは英会話とかですかね、覚えたいなっていう。すごい声かけられるんですよ、僕街中で。だってかけやすいもん、なんか、確かに。あ、そうなんですね、はい、でももう昔からですね、昔からなんか人混みをかき分けて僕に声かけてくるで僕はもう分からないんで、あ、This station in? 1 station? 2 station? 3 station down? みたいなそんな説明しかできないでもまあ頑張ってます。でしかも、あ、Don't speak English って言ったら、あ、OK って言ってゆっくり話してくれるんですよいやだから喋れないんだってでもなんかすごいやっぱ声かけてくださるので、なんかその申し訳ないなっていう気持ちもあるので、うん、今すごいね増えてますからね、うん、そうですよね、今多いですし、なんか目的地とか伝えたいことが分かってるのに、うん、言葉でっていうのがもったいないですもんね、うん、もう顔で、あ、イエスみたいなやってますじゃあ皆さんで撮りましょう、はい、今年は、はい、はい、行きましょう、はい、話はつきませんが、そろそろお別れのお時間です。それでは皆さん、また来週、バイバイ、バイバイ。Cool.